みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム、今日はお墓参りについてお話しします。はい、ということで、まあ、この夏の季節、皆さんお盆にはお墓参りをする人も多いんじゃないでしょうか。東京のお盆は終わってしまっていますが、まあ、お盆に限らず年がら年中お墓参りされる方のために、お墓参りの疑問質問を解消したいと思います。そしてより良いお墓参りができるように、皆さんにいろんな How to 墓参りをご紹介したいと思います。そもそもお墓参りっていうのは、お釈迦様の亡くなったその骨を埋めた塔、お釈迦様のお墓ですね、言っちゃえば。そこに仏教のこの弟子さんたちが、お釈迦様っていう方への尊敬の念を込めて、こうやって手を合わせて今思い出してありがたいということで拝んで、仏様のために頑張りますと、こう自分にも語りかけますみたいな、そういうところですよね。それがいろいろ時代が下ってきて、今我々は自分たちのご先祖様のお墓を手を合わせて同じように尊敬の念ですよね。で、そのおかげで自分自身が安心するっていう、そこが大事だったりします。なので、この自分のためにやっていることでもあり、ご先祖様にやっていることでもあります。で、追善とエコーっていう、ちょっと2つの仏教用語難しいのがあるんですけど、これを皆さん知らず知らずのうちにこの過程の中でやってるんですね。で、この追善っていうのは、善を追いかけると書きます。自分たちのおじいちゃんおばあちゃんご先祖様が、まあ、亡くなった後極楽浄土に行かれているわけですけれども、自分たちが今後からこう拝んでちゃんとお経をあげたりすることで、よりそのご先祖様たちが極楽浄土にいる中でも快適に暮らしてくださるだろうと、ちゃんとその魂が供養されるだろうということを後から後追いでやるという供養ですね。プラスそのエコーっていうのがあって、人のためにやってることは結果自分のためになっているみたいな、そういうところでこういいことじゃないですか。仏様ご先祖様のために手を合わせるといういいこと、いい行いをすると巡り巡って自分のためとか自分の大切な人のためになるよっていう、そういうなんか得ポイントみたいな、いいことポイントみたいなのを貯めてるんですね。人のためじゃなく自分のためにもなるいいことだよっていう意味ですね。こうそういうことエコー、自分のこのお経をあげたその功徳が自分にも回ってくるという、仏教的な用語で言うとそういうことなんですけど、まあ結局誰のためかと言われたら、そういうふうにお墓参りをすることで自分の安心とか自分のいいことポイントもたまるよということが言いたいですね。ということで、お墓参り、まあ、皆さん自由にね、ご先祖様の眠っているお墓に行って、お花挿して水かけて手合わせてとかだと思うんですけども、まず正しい手順をお話しします。お墓参りに来たら、まずは1つ目、本堂にお参りします。本堂お参りした後に自分の家のお墓に行きます。で、お墓行ったら、そこでまず洗う、墓を洗います。洗ってお花立てて、お線香に火つけて煙立たせて、でお供え物を置く人は置いて手を合わせる。そして最後、このお供え物はちゃんといただいて持って帰って、まあ、また本堂ちょっとご挨拶して帰る。これが正しいお墓参りの手順です。もうこの時点で、え、そうなのって人も多いと思いますが、一個一個正しく、説明していきたいと思います。まず本堂お参り、これすごい大事なんですよ。皆さんそこをすっ飛ばしている方も多いのではないでしょうか。まあ霊園墓地とかいうところだと本堂はない方もいるかもしれないんですけど、お墓参りをするプラスそのいいことポイントをより貯めるためには、ご本堂にいるご本尊様へお参りするのも欠かせないんです。自分のお墓参りするだけの得ポイントよりも、こちら結構高めに、はい、あります。これは普段このお墓に眠っている我々の先祖、おじいちゃんおばあちゃんのことを見守ってくれてるのが、このこちらのお寺では阿弥陀様です。阿弥陀様が、まあ、じいちゃんばあちゃんのボスみたいな存在ですね。極楽浄土に行ってるんだかわからないですけど、ここで皆さんのこと快適さを守ってくれてるのが本堂の仏様ということになるので、まず先にそのボスにもご挨拶して、で、はい、いつもありがとうございますと、我々もこういつも助けてもらってるので、どうかこれからもよろしくお願いしますみたいなことを念仏して、もう簡単ですもん。南無阿弥陀仏と一言、阿弥陀如来様の場合は南無阿弥陀仏と一言言ってもらえば十分な得ポイントがたまりますので、守ってくれているボスにいつもありがとうということで、
徳ポイントだいぶたまりますので、ご本堂にも必ずお参りしましょう。せっかくだからもったいないっていうところがあります。せっかく来たんだったらお墓参りだけじゃなくてご本堂も挨拶した方がいい、いいことたくさんしてるってことになるので、本当数本の違いですよ。ぜひご挨拶してください、はい、では本堂お参りした後はお墓に行きます。行きましょう。はい、ということで法恩寺さん全面協力のもと、先祖代々のお墓をちょっとモデルにお借りしたいと思います。今からお墓に来たので洗います。まずは、はい、これは部屋を掃除するのと全く一緒です。ご先祖様が眠っているお家を洗いましょうということですね、はい、よいしょ。なので洗うのに必要なのはこのお水、はい、このよく見ますね、桶にお水入れて、あとそれからたわしとかでもうこすっても大丈夫です。優しくね、こう石を丁寧にちゃんとこすって、苔などいろいろクモの巣とかも乗ってるのでそれも剥がしてください。たまにお酒をかけたらいいのとか言うんですけど、お酒ダメです。やっぱ自分家の部屋をお酒で洗わないじゃないですか。相手がお酒好きだったとしてもそれはお供えすればいいんで、お酒好きだろって頭からかけないですよね。ということでお酒はかけません。で別に下からかけましょうとか上からかけましょうみたいなルールも特にありません。目的はお墓をきれいにすることなので、ちゃんとこう水をまずかけて、やっぱしばらく来てないと本当にいろいろですよね。あ、しまい、ここに自分家のこういう感じの隅っこに虫が卵を見つけてたことがあって、そういうこともあるのでちょっと殺生で申し訳ないですけれども、きちんといろいろ落とします。こう水ぶっかけるみたいな勢いがあればいいとかじゃないですよね。自分家だと思って洗えば問題ございません。石のお掃除はこのような形で行います。あとは草むしりとかもついでにします。はい隣の墓も掃除してあげましょうっていうのもいいことなのでやってもいいです。はい、ご近所付き合いですね。ということでお掃除はこんな感じで、草むしりや水でたわしをちゃんとこするなどなんですね。お酒は NG です。ご近所付き合いということでお隣もぜひお掃除してあげてください。しなくても誰にも怒られません。お掃除した後はお花をお供えします。わー、綺麗、なんて綺麗なの。こちらのお供えするお花なんですが、まあ、基本仏花って呼ばれるものが花屋さんに売っていると思うのでそれを買っていただいて十分なんですが、これの花じゃなきゃいけないっていうルールも実は特にないです。まあ、匂いがきついものはダメとかも言われるんですけども、やっぱりその人が好きだったりキャラクターに合ったものっていうのをお供えするのはありだと思います。もともと江戸時代あたりから日本のお墓参りっていう風習始まったんですけども、その時代はやっぱ日本には日本の花しかなかったので、まあ、伝統的にいわゆる菊の花だとか日本にある花でお供えするっていうのが風習でずっと続いてるんですけども、ひまわりが好きだったらひまわり入れてもいいし、昨日おばあちゃんはなんか白くてファファファってしてるの好きだったんで、あの白くてファファファってやってるのを買っていくことも多いです。ちょっと花の名前は分かりませんということで素敵なお花をお供えしてください。お花をお供えする意味は先ほども言ったようにお墓参りっていうのはいいことをする場所なので、ご先祖様によりこういい気分になっていただこうということですね。その昔お釈迦様が亡くなられた時も墓にはお花を供えたと言われております。なので自分たちのご先祖様もお釈迦様と同じくお花を供えして、ちゃんと美しくこう洗ってあげるというねお気持ち一緒ですね。なんかこう花束プレゼントするのと同じだと思います。はい、ということで綺麗にお花をお供えしました。続きましてお線香です。お線香もこれじゃなきゃダメというルールはないです。毎日こうじゃなきゃいけないとか、いやうちはずっと
星雲バイオレットなんだみたいな、まあいろいろあると思うんですけども、何でもいいです。お線香っていうのはいい香り、そして煙に乗せて、自分の気持ちをその煙や香りに寄せてご先祖様に届けようというメールのなんかこの通信みたいな、ここが電波みたいな感じで、そこに乗っかってこううんと運ばれていくということですね。なので自分がいい匂いだなと感じるものをお供えしてください。で、あとお寺さんにお供え付けでこのようにね、あの置いていただいているのを本堂とかお墓の周りでもらってお供えするっていうことができるお寺もあるでしょうし、あの私だったら家からなんか家にあるこういうものを持っていくときもあれば、なんかご自由にどうぞみたいに箱でドンと置いてあったりするので、それ借りたりします。で、あと大体こう、まあこれも借りれますね、お寺さんで霊園とかにも置いてあるかな、本堂の中とかに。だいたい着火台とかがあるとボーってつけて持ってたりしますね。はい、ちょっと汗だくですが火をつけて、はい、お参りします。このコツですけど、炎の上の方にやるといいんですよね。まあ科学で習うことですけど、この線香の火の上の方でつけるとつきやすい。このように線香に火つけみたい。あ、いい香り、煙が。これは毎日だとススとかはこのままで大丈夫ですかね。はい、でここで皆さん大抵この後にお供え物を置きますね。ご先祖様が好きだったもの、おばあちゃんが好きだったあのおまんじゅう、おじいちゃんが好きだったサントリーのビールなどなど置くと思うんですが、実はそれなくても OK です。はい、でっていうのもこのお線香が実は仏様の食べ物と言われてます。なのでこれだけでも十分自分のご供養したいっていう気持ちは仏様に届いているので、必ずお供え物必要というわけではないです。ただ自分がなんとなくおじいちゃんおばあちゃんが好きだったものをこうお供えして、そういう気持ちに寄り添いたいなっていうことでしたら全然置いていただいて構いません。ということで仮にこのイオンウォーターですね、はい、お供えします。ただここに置くと思うんですけど、ちょうど置けるスペースなどで置くと思うんですけど、これ別に置く用の台じゃないんでそうなんです、これお墓の形がたまたまこうなってるだけで、ここにたまたまスペースがあるだけで、これお供え置く用の台じゃないんですよ。でここにちょっとくぼみもあるんですけど、ここお水を張るためのくぼみなので物置く用じゃないし、こちらのお墓をご覧ください。この立派な五重の塔のような形をしている、この形が本来のお墓のスペシャル豪華バージョンで、これが本来の形なんだけども、これいちいち作るの本当にお金もいろいろかかるということで簡略化されたのがこれです。はい、簡略化されているこの形がちょっとなんか似てるんですよね。元のものはないんですよ、お供え物を置く用のスペースが。ここ傾斜になっちゃってるしここもあのお線香用の台だしっていうので、はい、ないんですよ。ただ簡略化された結果それっぽいスペースがあるというだけですね。なのでまあ置いてもいいです。置いてお線香を焚いて今日はします。はい、お参りするときあれですね、これは自分のおばあちゃんおじいちゃんのメッセージを心の中で唱えるということでいいですね。はい、何かルールとかないですよ、はい。帰り際のお話に行きます。お参りが終わりました。そしたらこのお供えしたものはもらって帰りましょう、必ず。まあ、カラスが来ちゃう、虫が寄ってきちゃう、腐っちゃうっていうことももちろんあります。プラス、まあ、それだけじゃないというか本来の目的としてはこれをはいどうぞって置いて、ありがとうごちそうさまでこっち向いてあんたも食べなさいっていう、そう言ってるに違いないです。仏様もそうなんです。これがエコーというやつです。向かうに回るで仏様に お願いしたことが巡り巡って自分にも返ってくるということで、エコーしてください。自分にもらって帰って大丈夫です、はい、なんで置きっぱにしないように気をつけてください。逆にお花とかお線香はこのままで帰って大丈夫です。お寺の方が掃除してくださいます。ありがとうございます。一通りこれがお墓参りのやり方でした。時期にお盆があるので皆さんお墓参りに来ると思うんですけど、本当に熱中症には気をつけてください。原則として1人で行っちゃダメです。2人で行ってください。1人が倒れたら誰かが助けられるような体勢で行ってください。もしくは超真夏日だなと思ったら必ずその日に行かなきゃいけないことはないです。見て、うわ
今日35度超えるわとかなったらもう家にいてください。はい、ただ来たいなって時は2人3人とかで服装でいらっしゃってください。無理してカンカン照りの日に来なくても大丈夫です。はい、あとは夕方ぐらいの時間いいですね。ということで熱中症にはくれぐれも気をつけください。虫除けも忘れずに。あとお墓参りはいつ行くべきか、もちろんお盆の時期とかね行く必要があるんですけれども、いつ行くべきかって言われると、もういい行い善行でありますからいつでもお参りくださいとお寺の方のコメントをちょっといただきました。でお彼岸、お盆、年末年始、月命日、故人を振った思い出した時、用事でお墓のそばに来た時、泣きたくなった時、笑いたくなった時、話を聞いた時、どんな時でもお参りくださいとのことです。で皆様お墓参りの疑問質問解消できたでしょうか。また何かご質問があればコメントでしてください。そして佐賀県の皆様、法恩寺先祖代々の皆様、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんお墓参りにちゃんと行ってくださいね。ナムー。